長者家健康古館は、新潟県糸井川市に所在する、博物館である、糸井川市教育委員会が運営している。翡翠で有名な姫川河口より、3キロメートル、標高90メートルの丘陵上にある、縄文時代早期から後期にわたって営まれてきた遺跡。明治30年頃、中川直方により発見され、昭和8年に、斉藤周平によって、 縄文中期の標識的な遺跡として、変年的に位置づけられ、主たる土器を基準として、長者ヶ原式土器の形式が設定された。1954から58年に、新潟県教育委員会と糸井川市、教育委員会が発掘調査。日本最初の工業生産遺跡の発掘調査として注目された。遺物は、縄文時代中期を主体とした土器、土具や地面。 銃面取ってなどの土製品、石属、打製石符、魔製石符、石碑、石皿等の石器類及び岩具などである。本遺跡を特色づける遺物としては、大衆をはじめとする攻撃性の玉類、鉱玉原石、鉱玉加工具が挙げられる。縄文時代における鉱玉遺跡として重要である。中央に広がる縄文時代中期の大きな集落跡は、翡翠の玉や、 ジャモンガンの石符の生産、交易拠点としても知られている。1971年に、国史跡、長蛇原稿古館が設置された。特に、翡翠は、アジアでミャンマー及び糸井川でしか産出されないので、歴史を科学的に交渉するには意義のあり、翡翠のま玉の生産の様子を展示している。姫川で翡翠を支配していたと古事記等で伝わる。 沼川姫の銅像や沼川の村の遺跡も展示されている。当館は遺跡公園、各種スポーツ施設、キャンプ場などを有する三山公園内に位置しており、フォッサマグナミュージアムに隣接する。アクセス方法については、フォッサマグナミュージアムアクセスを参照。ありがとうございます。